で、マイク選手いいですか、いきますよ。特別試合、北条帰り10人掛け、各1分1本勝負、まずは1人目の入賞。Yeah.
4人目入場。今からね、バー
まいっすよ。
さすがやな。やっぱりやっぱりプロレスって最高ですね。そしてプロレスラーって最強ですね。約5年半前、私北条かいりはプロテストさえ受からなかった。北条かいりは5年半前の1月ここスターダムの新木場のリングで荒川優月さんを相手にデビューをしました。デビュー戦から鼻血があふれ、決して誰が見てもかっこいいと言えるような試合ではありませんでした。自分も自分のことをかっこ悪いと思っていたし、プロレスラーに向いてないとも思ってました、ずっとずっと。でもある日気づきました。かっこ悪さをさらけ出すことがリングの上で自分を隠さずにさらけ出すことがかっこいいことなんじゃないかって、それを先輩方、後輩ひとおき、小川さん、風花さんが教えてくださり、こんな不器用で不器用で魅力もなかった自分を引き出してくださいました。そして何より自分を支えてくれたのはここにいるファンの皆さんでした。5年半海賊レスラーとやってきて、私はあることに気づきました。ブログでも宝の城まで何回りというタイトルでずっとずっと宝とは何なのか探し続けながら、このプロレス界のリングという大海原で戦ってきました。そして、宝物はかけがえのない仲間、そして風花さん、小川さん、すべて支えてくださった関係者の皆さん、そして家族、そして応援してくださる皆さんのこの出会いこそが、北条かいりという海賊にとっての一番の宝物でした。ここでせっかくなのでみんなから一言もらいたいな、なんて。試合ありがとうございました。カイリさんはスターダムのリング降りちゃうけど、でも自分は絶対に伝説に残るプロレスラーになるので、頑張れ頑張れ。
30分ぐらいかかるじゃない。やっぱこれはやばい。もう上がっちゃった方がいいよね。やばいですよ。カリさん、試合ありがとうございました。これはダメだ。今日、カリさんと戦えてすごい嬉しかったです。なのでこれからもっとカリさんよりなって下段で頑張りたいと思います。だってもう身長の低いことなんですよ。体だってちょっとどっちが太い。いやこれは将来みたいな。頑張って。明るくそうで明るくそうで誰や終わりや。終わり。じゃあみんなで行くね。やってきた。そうだよ。明るく行こうよ。明るく。引退式みたいな。あ、弾みやったんだ。カリさん、今までというか今日まで短い間でしたがありがとうございました。カリさんは私と押してくれた約束覚えてました。私はその約束を必ず果たしてまたカエルさんと戦いたいです。だから必ず戻ってきてください。その歌の通り、もう言葉にできない思いがありますので、はい。いい状況だ。私はいい状況だ。キャプテンカイリがこの船を降りた後、ジャングルキョウナがこの船スターダム号を守り続けますので、いつでも帰ってきていいように守り続けますので、いってらっしゃいませ。おい。カイリさんが復帰戦の相手をしてくださったので、今の私がここにあります。今こうしてこのリングで戦えているのもカイリさんのおかげですし、私がまたプロレスが楽しくて仕方ないなって思えるのもカイリさんがあの日言ってくださった言葉、リングの上でかけてくださった言葉のおかげです。カイリさんが
どこにいてもどこにいてもこのプロレス界という大海原でまた会いましょう。大好きです。マユ行け、マユ行け、マユ、マユ、こちゃんありがとう。またね、またね、はい、牛しよ牛。いいぞマユ。山井くんチップ。ありがとうございました。じゃあね。マユいいよ。マユいいよ。いやダメだ。いやマユはいいわ。カエリさん、カエリさん聞いてます？本当に行っちゃうんですか？ちょっと心残りあるけどね。でもまだまだヒロミ君には負けられないな。でも一個負けた気持ち、エルモの気持ち、めちゃめちゃ伝わった。でもうちがやってほしいプロレスってそれ。そこでヒロミ絶対一番になったよ。そして強さでもこれから一番になるって約束して。私はカエリさんにはなれないけど、自分なりの気持ちや強さ絶対一番になります。ありがとうございました。ポーちゃんとは練習生の頃からずっと一緒でマッチするのが今日は実は初めてで、頑張れ。スタートから3期生全員見送ることになっちゃったけど、あずみはスタートのトップになってプロレス界のトップになってなるから、そこまで見守っててね。ほーちゃんのことが大好きだから、スリーやっと取れた。ずっと復帰してから頑張れ。北条かえりのストーカーみたいに一方的に片思いでシングルマッチやったり、ブログ毎日書くって言ったら月も毎日書いたりやったけど、本当に出会えてよかった。スターダムに戻ってこれてよかったと思うし、シングルのベルト初めてのメインで北条かえりと
できたことが本当に嬉しかった。長い旅行ってらっしゃい。葉月は北条帰りが抜けてチャンスだと思ってるから。いいよ、今日葉月は工場帰りからスリーを取った。次はあなたとシングルマッチやりたい。初めて自分の口から私にお願い要求対戦要求をしてきたっていうことで、安心して肩を並べられる相手だからこそ、仲間だからこそ、シングルマッチいい試合ができると思います。次の新木場大会でやらせてください。お待たせつらい時も本当に辛かった時、いつも隣に真由、ほうちゃん、いてくれたなって、風花さん、小川社長も、他の関係者の皆さんももちろんだし、入ってきてくれたみんなもそうだけど、どんな時もほうちゃんはいつも笑顔で明るく、くじけない心、本当にハートの強い人だなって、そこは尊敬してます。そうやってファンの人も裏切らずにいたからこそ、こうやってお坊ちゃんのために泣いてくれる仲間たちが集まって今のスターダムがあるなって、すごい人だよ本当に。まあ涙流すほどこうやって皆さん寂しいかもしれないですけれども、リングに上がり続けている限りは、今どんな場所からでもあなたのことを見ることができます。それは私たちも一緒、お客さんたちも一緒、逆にほうちゃんから私たちのこともスターダムのことも見てもらえます。世界は広いかもしれないけど、リングの上はつながってる。旅に出るかもしれないけど、また世界のどこかで私と北条海里が交わるその日を心待ちにしてます。いってらっしゃい。
あのカエリさんたちのプロレスを見てスターダムに入りたいと思って入ったんですけど、あのカエリさんがいる間にデビューできればよかったなと思ったんですけど、あのもっと練習頑張ってデビューできるように頑張ります。今まであの練習とかでも言葉をかけていただいてありがとうございました。もう泣き虫みたい。ね、私も4年間休んで、タホちゃんと復帰戦して、リーバイ法を組むことができて、でも、私が怪我してしまって、名古屋で最後、リーバイ法、最後になっちゃったけど、でもまた、タホちゃんが。ね、もうやだ。戻って鏡で出た。ね、戻ってきてね。いろいろ辛いと思うけど、自分で決めた人生だし、人生一度きりだから、包丁の好きなように精一杯生きてください。頑張ってね。ちゃんとしてちゃんとして待てて終わり。もうじゃあ練習生から数えたら6年間、本当に長い間で一緒にやってきてくれてありがとうございました。次またいつかここで会える時が来るとしたら、その時はほうちゃんもっともっと大きくなって、でも今と変わらないみんなに愛されるほうちゃんでいてください。愛称できますよ。その時まで選手と小川さんと関係者の皆さんとファンの皆さんとスターダムは守っていくので、ほうちゃんは安心してスターダムを背負って世界に羽ばたいて来てください。6年間本当にありがとう。自分は本当に本当に出会いに恵まれたと思います。こんなに家族みたいに愛しい選手のみんな、うかさん、そしてファンの皆さんと、あ、しばらくの間会えなくなってしまうのは本当に寂しいし不安もたくさんありますけど、でも5年半このスターダムというリングで学んだことを必ず人生においてプラスになると必ず生かされると信じています。この一期一会を決して忘れることなく、そしてこれからもずっと自分らしくかっこ悪くても前を向いて笑顔でこれからも一歩一歩進んで、みんなと一緒に進んでいけたらいいなと思います。今日はお忙しい中、こうしてたくさん立ち見の方もたくさん
疲れたでしょ、座れなくて。でもありがとう、ありがとうございました。暑かったでしょう。でも本当にありがとうございました。これからもどうかスターダム、そして北条かえり、そして選手全員を見守ってください。よろしくお願いします。最後になりますが、いつもの締めをみんなでできたらいいなと思います。私が今を信じて明日に輝けと言いましたら、皆さん一緒に両手で S の字を作ってスターダムと叫んでほしいです。最後に一緒に心を一つにして北条かえりは旅に出たいと思います。最後は笑顔で締めれたらいいな。もも暴れる。手伝って。行きましょうね。そうだよ。じゃあ皆さんご起立いただいてもいいでしょうか。今日は東京をはじめ遠方からたくさん来てくださってありがとうございます。さあ、人生はね、冒険ですからね。またきっと会えます。どこかで会いましょう。さあ皆さん、最後心一つにお願いしますね。準備はいいですか？はい。もっと、はい、笑顔で、はい、後ろも、はい、いいね、西も、はい、東も、はい、南も、はい。さ、スタッフのみんなもいなかったか。はい、じゃあ行きますよ。よし、今を信じて明日に来る。